こんにちは、G です。今回はラズパイの電子工作のお話。以前の動画で車でメディアサーバーの話題がありました。その時、シャットダウンできないので何とかしたいという話をしました。Pi400 のキーボードにはシャットダウン機能がついてますよね。Pi400 と同じことを Pi4 でもできないかということで、シャットダウンスイッチを作ってみました。いやいや、電子工作なんてやったことないし、大丈夫。世の中、そういう人の方が圧倒的に多いですから、誰でもできる範囲で初歩の初歩を詳しく解説します。ラズパイには GPIO というピンが40本ついています。GPIO はゼネラルパーパスインプットアウトプットの略で、汎用入出力端子のことです。GPIO で検索すると LED をチカチカさせる実験例などがたくさんヒットします。このピンにセンサーなんかをつないでデータを取ったり制御できる仕組みです。ソフトウェアでの制御もできます。画面のサイトのラズパイの公式文書によれば、1235行目からですが、GPIO3 とグラウンドをつなぐとシャットダウンとパワーアップができると書かれています。これはやらないわけにはいかないですね。必要なものは GPIO をつなぐケーブルと適当なスイッチだけ。ケーブルはジャンパーワイヤーを購入しました。電子部品を扱っているお店でジャンパーワイヤーが手に入ります。Amazon でも売っていますので、ジャンパーワイヤーで検索してください。ちょっと量が多いのしかないんですが、400円ぐらいから購入できます。私が買ったのは説明欄にリンクを貼っておきます。こんな商品です。ジャンパーワイヤーはこんな感じ。GPIO ピンにそのまま挿してハンダなしで使えます。まずラズパイの GPIO で試してみましょう。ケースをばらします。2年使ったら結構汚れてますね。GPIO のピン配列は画面のようになっています。GPIO3 はピン5番ですから、CPU 側の上から3番目です。1つ飛ばして5番目がグラウンドなので、3番5番ピンにジャンパーワイヤーを挿せばいいわけです。ラズパイ文書では6番ピンの指示がありますが、ファンに割り当ててるし、グラウンドならどこでもいいんです。実際の接続をご覧ください。ケースを元に戻すとこんな感じになります。実験を始めます。はじめにラズパイ文書に書かれているようにオーバーレイを追記します。ターミナルで画面のようにタイプ。文末に画面の文字列をタイプして保存します。デバウンスというのは誤動作防止のため、2秒の待ち時間を入れています。一度リスタートします。ジャンパーワイヤーを2秒以上接触させるとご覧のようにシャットダウンできます。再度接触させると起動できます。なんか簡単でしょ？あとは適当なスイッチを取り付ければ完成。スイッチは押してる間だけオンになるモーメンタリースイッチを使います。部品屋さんだと100円ぐらいですが、 Amazon では割高になります。いくつか Amazon のリンクをご紹介します。スイッチをつけて完成です。ここはハンダとかしないといけないんですけどね。早速動作テストしてみましょう。ボタン長押しでシャットダウンできますね。もう一度ボタンを押すと起動も大丈夫。ちょっと見た目は残念ですけど、小さなスイッチなら本体に取り付けられたんですけどね。このスイッチが他の OS でも利用可能か試してみました。マンジャロの場合はターミナルで画面のようにタイプして文末に画面の文字列をタイプして保存しリスタートします。シャットダウン起動とも問題なく利用できます。部分2までではうまく動作しませんでした。どうも UART の使い方がラズパイとは違ってて GPIO はすんなり動かないようです。部分2まででは使えないと判断しました。いかがだったでしょう？簡単な上に結構便利です。今回の仕掛けは Pi3 でも有効です。私の総工事費用は840円でした。ジャンパーワイヤーいっぱい余っちゃいましたけど、話は変わるんですが、今回のテスト中に気がついたことがあります。赤いパワーランプってついたままですが意味ないですよね。通電の確認なら起動時かシャットダウン時だけでいいですし、つきっぱでやる必要はない。それで調べてみたんです。ウェブではなんか赤い LED を点滅させるという記事がたくさんありました。ハートビートというんですが、やってみるとこんな感じ。この方がつきっぱよりうざくないですか？ LED 点灯に他にパラメーターはないのか調べてみると20種類以上ありました。画面の URL です。いろいろ試してみたんですが、一番腑に落ちたのはワンショットというパラメーターです。起動時のみ LED 点灯して常時は消えてる。シャットダウン時には点灯して電源の落とし忘れも予防できる。ターミナルで設定できます。画面のようにタイプして文末に画面の文字列をタイプして保存。一度リスタートします。この設定はおすすめです。赤い LED がつかないだけなのに思う以上に雰囲気が変わります。まあ些細なことなんですが、変えられると知ってしまうとミーハー心に火がつきますよね。なおこの機能はラズパイ OS だけでなくバンジャロや Ubuntu まででも動作します。ご覧いただきありがとうございました。体重が増えました。きっとコロナのせいです。運動や食事制限もといろいろ調べています。で、疑問に思ったのはカロリーです。SI 単位じゃないですよね。ジュールを使うのが正しいんじゃなかったっけ？その方が数値が大きくなるんで危機感を煽ってくれるし、牛肉 100g 300キロカロリーというより、牛肉 100g 1250キロジュールの方が体に悪そうじゃないですか。まあ脳ガキ言ってても痩せませんけどね。ではまた次回。